宿毛市片島、ダイビングや釣りのメッカとして人気の宿毛の海。そんな宿毛で生まれ育ち、地域の魅力を掘り起こし発信する一人の女性、また海洋学の研究者でもあります。専門は、海辺の暮らしに関する社会学で、特に最近は干潟の再生事業についてどういうふうに社会的な評価がなされているかということを日本とマレーシアとイギリスで調査しています。海の研究をしている中で片島をもっと知りたいと思った山下さんは、地域の仲間と一緒にまちづくりの一環で手作りの新聞を作ることにしました。人と人とのつながりとかが薄まってきている中で、自分たちが経験したような、自然にも親しみ、またそこで暮らす人たちにも親しんでいるような温かいこうつながりっていうものがやっぱりなくなってきているという状況を、また自分たち の頃のように戻したいなという気持ちから始めています。地元の方がどれぐらい読んでくださってるかっていうのは、全部はわからないんですけれども、その新聞の内容というのも新聞の上も実は地区の交流の場だと思ってますので、片島の良さ魅力を引き出すような活動とか発見とか、交流ができればとても嬉しいなと。海と日本。